今回のタイトルは Android でカルダノの分散型アプリケーション DAPS にアクセスが可能にです。ぜひ最後までお付き合いください。フリントウォレットは月曜日のツイートで、最新のアップデートの一環として Android ユーザーがアプリの DAP ブラウザーを使ってお気に入りのカルダノ DAP にアクセスできるようになったことを明らかにしました。Android 向けフリントの新アップデートでは、いくつかの新機能が追加されました。最上位は、カルダノエコシステムの DAPS に接続するための DAP ブラウザです。都道社は発表で述べています。当然のことながら、カルダノコミュニティはこのニュースを歓迎しており、何人かのユーザーはこのウォレットに乗り換えることに興味を示しています。文字通り、DAP コネクタと Bluetooth レッチャーのサポートを最初に取得するウォレットに切り替えます。とあるユーザーがコメントを書き込みました。先週、フリントウォレットが iOS ユーザー向けに同じ機能を開始したことは注目に値します。特に、この発表はカルダノの創設者であるチャールズ・ホスキンソン氏の支持を受けました。フリントのアップデートにより、2つの最大のモバイルエコシステムがユーザーにフリントウォレットアプリからのカルダノ DAPS へのアクセスを提供することになりました。これは重要なマイルストーンです。特筆すべきは、カルダノのエコシステムには新進気鋭のコミュニティが存在し、DAP エコシステムが成長していることです。さらに、待望のバシルハードフォークが目前に迫っているため、その DAP エコシステムは間もなく爆発的に拡大することが予想されます。このアップグレードは、大幅なスケーラビリティとスマートコントラクトの改善をもたらすことを約束するものです。ハードフォークで登場する新機能には、パイプラインとカルダノのスマートコントラクトプログラミング言語、プルータスの変更が含まれます。注目すべきは、これらの新機能を利用するために、開発中の1000以上の DAX がアップグレード後のローンチを待っていることです。ユーザーは、7月末のバシルハードフォークを期待していましたが、開発者は数週間ローンチを延期することを選択しました。しかしホスキンソン氏は、ハードフォークはテストの最終段階にあるとして、これ以上の遅延はないだろうとユーザーに保証しています。最後までご視聴くださり誠にありがとうございます。当チャンネルでは仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければチャンネル登録、高評価をお願いいたします。